ということで始まりました、ティーチャーモトです。今回は、ロサンゼルス最大、最悪のスラムであるスキッドロー潜入の後編です。前編を見ていない方は、まずそちらからご覧ください。スキッドローは、路上生活者や薬物中毒者が多く、貧困層やマフィアによる、殺人、強盗、強姦、薬物売買などの犯罪多発地区です。くれぐれも女性の一人旅や男性でも夜は危険ですので、むやみに近づかないよう注意してください。このイーストフィフスストリートがスキッドローのメインストリートであり、ここからはこの下半身丸出しの人のように薬物中毒者と路上生活者だらけとなります。向かいの壁沿いにはジャンキーたちが何かを吸いながら、日陰でただ、ぼーっと立っています。ストリートには人々が集い、大声で騒いだり、飲んだり、吸ったり、音楽を鳴らしたり、喧嘩したりしています。みんな平和で楽しげです。この交差点の先に、夜はホームレスと薬の売人の巣窟となるサンジュリアン公園があります。ひどい悪臭が漂います。では公園内に入っていきます。日中は薬物売買などはなく、路上生活者のほか、身体障害者も多く見られました。客引きのプッシャーもおらず、みんな楽しげに遊んでいます。ロサンゼルス市も何も対策していないわけではなく、COVID の無料検査やホームレス用の保護施設を準備してはいますが、実際にはあまり機能していない現状です。この先のサンペドロストリートとの交差点が、地図上ではスキッドローのど真ん中となります。
ゴミだらけでひどい悪臭が漂いますが、楽しいテントコミュニティができているようです。そろそろ悪臭に耐えられなくなってきたので、サンペドロストリートを北へとエスケープしていきます。途中でマリファナショップや喧嘩を売るようにずっとついてくるジャンキー、大きなネズミの死骸などが出てきます。そしてこのスラム街とは対照的なロサンゼルスの高層ビル群の円形がとても印象的に現れます。フィフスストリートがいわばホームレスたちのたまり場なので、少し離れると独り者のホームレスやジャンキーが多くなります。音楽や笑い声もなくなります。高層ビル群がすぐ先に見えます。ハリウッドやビバリーヒルズなどの高級保養地を擁するロサンゼルスの光と影がここで見られます。カリフォルニア州では、嗜好品としてのマリファナも、現在は合法となっています。後ろからジャンキーの一人がブツブツ言いつつ、こちらをチラチラ見ながらずっとついてきていました。徐々に街並みが綺麗になってきました。このイーストサードストリートでスキットローは終わりです。ストローの総括としては、薬物中毒者と路上生活者だらけのアメリカの典型的なスラムですが、
彼らなりの楽しいコミュニティができていて、うまく溶け込むように挨拶をしつつ歩いていれば、日中はそこまで危険はない印象でした。次は夜の潜入をお楽しみに。最後に注意点ですが、イースト5th ストリートあたりは、カメラを意識する人が多かった気がします。いざという時の対応に少しでも不安のある方は、スキッドローには近づかないでください。また、マスクやカメラ、無視や侮蔑は絶対に厳禁です。この後、実はスキッドローのすぐ北に位置する人気エリア、リトル東京へと向かいますが、今回はここまでとなります。ロサンゼルスの散策やアメリカ各地については別動画をお楽しみに。ではまたお会いしましょう。アディオスミーゴー、チャオ。僕らはいつも都会の風に行くあてもなくさまよっていた。道にはぐれた野良犬たちが傷を舐め合って歌うのさ。